こんにちは。おしゃれな感じの色合いだしさ、サイズ感とかさ、すごくなんかいい感じのやつじゃんと思って買ったアウターを着てたところ、体育教師みたいだって言われてる男ことハイジでございます。こんにちは。というわけで今日は私の大好きな勝也さんなんですけれども、大好きな勝也さんが大好きであろうものを出してしまっているということで、ちょっともう見逃せなくて来てしまいました。どんなメニューかと言いますと、秋の海鮮フライ定食というものが出ておりまして、エビフライが2本ドンドンとある中に、さらにカキフライも2個ドンドンと、エビとカキ、エビカキ状態でございまして、もういい定食なんですけれども、またね、別でカキフライを単品で買えるんですって。1個170円で3個450円で買えて、3個買うと60円お得ということで、買うしかないじゃん。なので今日はこのね、海鮮フライ定食にカキフライ3個トッピングするという形のバクバク定食で行ってみたいと思います。さあ、というわけでお店の方がむちゃくちゃ混んでおりまして、今11時過ぎなのに満席、ぎゅうぎゅう満席でございまして、ちょっとねお持ち帰りにさせてもらいました。ちょっとね、今日だけはサクサクの衣が飛び散ること考えたら車内危ないなと思ってたんですけども、男気で食べていきたいと思います。で、買ってきましたのはまずこちらですね、海鮮フライ定食。てりーん、相変わらずの大きい容器にテンションが上がります。パカッと開けていきますと、はい、サイズ感いかがでしょうか。いいんじゃない。このね、容器がでかすぎて隙間があるように見えますが、カキフライのサイズとしてなかなかありがとう。で、エビの方もね、なんかちゃんと枕もあって気持ちよく寝そべってると言った。なんかここだけ見ると、なんかうちの妻がね、毎晩のようにね、クッションの上に足乗せて横になってる足上げに見えなくもない。変な例えしてごめん、妻よ。で、こうなっておりまして、ご飯の方はセパレートになっておりまして、こう入っています。で、やっぱこう見ると、さっきも言いましたように、言ってもね、カキフライ結構大きいとはいえ隙間が空いてて迫力に欠けると、いつもの勝也さんのイメージと比べて迫力不足感が否めないということで、買っといてよかった。買い足したカキフライ3個もやはり1個丸々大きいです。で、これが飛び散らないように乗せていこう。はい、チャレンジ。はい、はい、ちょっと待って、組体操的に言うと、1個、もう1個本当は欲しかったね。しょうがない、これはもうしょうがない。カキフライ3個追加したことによりまして、なんと素敵なビジュアルでしょうか。じゃあ一番上にはエビ乗せときましょうかね。はい、こうすることによりまして、いかがでしょうか。これ戦車ですこれ戦車になりました。揚げ物戦車登場しました。いや、このモリモリ感はうれしいよね。いただきます。ではまずはカキフライ5個もありますし、ソースとかなしでこの状態でいってみたいと思います。やっぱりソースがないとちょっと物足りない、そこはちょっと否めなかった。ただこれをやろうって思う時点で、僕がいかにカキフライ好きかっていうのが伝わったかと思う。とんかつならこれしないから。そのくらい私ハイジ、カキに対してマジですから。はっきり言って、これまでの和也さんで食べてきた定食の中でもこれね、群を抜いて大好きなやつです。ありがとう、もう圧倒的で。こう入ってますから、しっかりしてますよね。押してみる、せーの。はい、はい、このくらい。生ガキをまんま揚げたようなジューシー感、むちゃくちゃジューシーな感じっていうのはそこまでないかもしれませんけれども、はい。で、僕何なんでしょうね、さっき味が物足りないって言ったくせにまたソースかけないで食べちゃいましたけれども、何なんでしょう本当にこの感じ。お化粧がまだ終わってない女優さんの楽屋のドアを開けちゃうみたいなこの感じ。しかも2回も。ソースパターンいきましょうか。はい、トロトロトローンと、これこれこれ、ちょっとこれも喜んでる感じするんじゃないの。
いいね。当然テンションの上がる味わいになったというか、そもそものねこの牡蠣フライがめちゃめちゃ牡蠣の旨味が強いっていうわけでもないので、やっぱりね味を足すことによっていいねっていう感じになりますね。ただザックザクの衣の中から出てくるこの牡蠣のボリューム感はなかなか目を見張るものがありますよね。ではエビもいっちゃいます。はいと、エビもやっぱり無条件にテンションが上がるのがエビだよね。結局さ牡蠣っていうのは実力で好きにならされた牡蠣味だと思うんです。僕の中で大人になっていく過程の中で自分で食べて好きになって追い上げまくってきてすごいことになっちゃってるっていうのが今のこの牡蠣でございまして、エビは初めから昔からエビは高くて美味しいもんだからって周りからいっぱい言われて、ああそうなんだって、なんかそのもともとスターだった芸能人みたいな、すっごいテレビの中でスターで重鎮扱いされてるけども、もう自分が若い頃っていうのはさそのスターの方が売れていく過程を知らないからなんでこんな人気なんだろうって思ってる芸能人の方いたじゃないですか。結構割とそういうのがエビフライっていうイメージかもしんないね。ですいません、やっぱりエビはねタルタルでいかなきゃダメですよね。結構乗せましょうか。どなたかがさエビっていうのはタルタルソースをつけるための棒だっていうことをおっしゃってたくらいエビとタルタルは合うもんね。うん、やっぱエビタル合うね。で個人的には僕ってさカキフライにもエビフライにも顔似てるって言われることがあるんですけども、何なんでしょうね、カキとエビは似てないのに。だから六角精児さんにも僕が似てるって言われるし、ジャイアント白田さんにも似てるって言われるみたいなもんか。六角さんとジャイアント白田さんは似てないのにねってことか。もう一回ソースプラスからしもねいっとかなきゃですよね。ほらもうカキフライってどうしても生えちゃうんだから。結構大粒なのに調子に乗って一口でいこうとして焦ることになりました。みんな気をつけて。最後はお待ちかねタルタル尽くしでございます。タルみたいな形の牡蠣にタルタルをふんだんにかけるといった、はい、ごちそうさまでした。というわけでこんだけ大好きなカキフライを食べられたらそりゃ満足。まあこれまでの勝也さんのいろんな爆盛りメニューありましたけれども、やっぱりテンションの上がり方でいうと一番だったかなっていう感じもありますが、やっぱりそこは勝也さんっていうのもあるので、ポテンシャルだけで考えたらやっぱりこのカキフライよりもいつものとんかつとかチキンカツの方がその食材ごとの美味しさレベルはちょい上だったのかなっていう感じもしますが、おすすめだとも思いますっていうのはいいんだ。それはいいんだ。それはいいとして、また変なコメントが来てるんだ。だから紹介しますけれども、これ先日ね、おにぎりさんからのコメントで、私は犬ですかっていうのが来まして、いや、アイコン見る限り、まあ、犬でしょうということをお答えしたんです。そうしましたらですね、Kさんからのコメントで、犬からのコメント来るんだ。令和ってすごい時代だねと、なんか感心しちゃってる。なんか感心しちゃってるコメントが来て、おりまして、まあ、それはいいとして、さらに、奈良漬けせんとくんさんからのコメントで、私も犬ですと、なんかこのチャンネルね、ちょっと前までは私の血のつながった血縁関係の方からいっぱいコメントが来るみたいな流れがあったんですけれども、まだそれも続きながら今度犬が入ってきました。あ、すいません、本当におまけのおまけなんですけども、あとコメントでですね、私のマスクのつけ方が逆っていうのが気になるっていうのがちょこちょこあって、僕ねいつもつけてるマスク、これ同じやつなんですけども、これをこうやってるんですよ。でこれが逆だっていうことだ。これが前にしちゃってるから、本当だったらこれを後ろにこっちからこうすべきっていう説もあるんですけれども、どっちなので、僕の中ではね、例えばこうやって文字があるじゃん、これがちゃんと読める方を前にしてこうやってつけてるっていう風な感じで言ってるんですけども、合ってんのかどうなのかちょっと皆さん教えてください。